にちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。本日はですね、糸リフトの適切なデザインについて授業で解説をしていきたいと思います。ということで、糸リフトって何の糸を入れるかっていうこと以上に、私はどんなデザインでどの層に糸をかけるかがすごく大事だと思っています。なのでこの前 YouTube の動画を通してですね、へえ、糸リフトってそんなに実は奥が深かったんだっていうことを知っていただけると嬉しいなと思います。監督、はい、監督は糸リフト受けたことありますか？糸リフトは興味あるんですけど今のとこないです。はい、なんかこう糸リフトを検討するにあたって、はい、ちょっとためらいポイントみたいなのありますか？でも一番はやっぱりデザインというか、なんか変な輪郭になったらどうしようとか。そうですよね。引き上がりすぎたらどうしようみたいな。そうですよね。やっぱり皆さんこう糸リフトって綺麗な仕上がりになるかどうかって不安があるじゃないですか。で実際に私もいろんな患者様を見ていく中で、デザインによってだいぶお仕上がり感って変わってきます。で一個言えるのが、例えば私のようにある程度こうほっぺのボリュームがあるタイプの顔ですね、こういうタイプの顔がですね、糸リフトを何にも考えずにデザインされてしまって、私がもしやられたら、ここのボリュームをここに全部こうやって糸で持ち上げられたら、ほっぺがパンパンになっちゃうんです、こういう感じで。でよく芸能人の方で、あの人頬にヒアルロン酸入れすぎじゃんって思う方たまにいるじゃないですか。私が思うに、あれヒアルかもしんないけど糸の結果の気もしてます。ここのボリュームが怖がっちゃって、ここがパンパン、そう、なるほど。だから大体ああいう、この人ヒアル出すぎってよく言われるタイプのお顔立ちの方って、もともとさ頬骨に高さがあって、ほっぺが割と丸くて女性らしい形の方が多いと思うんですね。まあどっちかというとそういう方の方が可愛い印象なので、いわゆるこうアイドルとか女優さんとかをやる方って、そういうお顔立ちの方がもともと多いと思うんですよ。そういう方がちょっとこの辺が緩んできた、ボリューム気になる、そのままこうやって上げちゃうと、なんかちょっと太ったあの人とか、顔大きくなったみたいな感覚にはまなります。ですのでデザイン大事よって話なんですけど、じゃあ私のようにこのほっぺの高さボリュームもあって、でもここのボリュームもすっきりさせたい場合はどういうデザインにしたらいいでしょうか？難しいですねってなると、まず人、これまあいろんな先生の考え方があります、うん、何が絶対正解ってことではないんですが、一つ言えるのが、ここのボリュームを上に上げるというよりは、皆さんこの頬骨の下、ここはちょっと痩せてきます。年齢とともにちょっと影が入るんです。ここの影のところにこのボリュームをちょっとこうやって流してあげると綺麗ですよね。そうですね。この糸をかけるときに、このたるみをなんとなく糸ってこう上に上に上げたくなるんですけど、そのまま上に上げちゃうんじゃなくて、このジョールファットと言います、口横のこの辺のフェイスラインのもたつきは、どちらかというとお顔の輪郭の外側でも、ちょっと耳の前のあたりの頬骨の下のあたりにこうやって流してあげると綺麗です。こういうデザインですね、イメージで言うと。そうすると針穴はどこになるんですか？先生によって方法があります、2つ大きく分けてあって、1つはこっち側から、例えば耳の前とか耳の上とか、あるいは先生によっては耳たぶの下後ろ側からとか入れる方がいます。ただもう1個の方法は、ぷちゃっとしてるこのボリュームの方、こっち側に穴を開けて、こっちから糸を通してグッと止めて切っていくっていう方法もあるので、針穴がこっちのお顔の中央側に来る場合と、お顔の外側に来る場合と、先生によってデザインの方法が違います。そこはまあお顔立ちだとか患者様の、まあ取れるダウンタイムの範囲とか伺いながら、私も相談しながら決めてます。ちょっと絵を描きます。フェイスラインのこの辺のボリュームが気になる場合、まあなるべく先ほど言った理由でこっちのベクトル側に引いてあげた方が綺麗に見えることが多いです。ただとっても
エラが張ってる方の場合にはあんまりこのボリュームを真横に持ってっちゃうとやっぱり変なので、少しこうどこに押し込んでいくと一番バランスが綺麗かなっていうのをシミュレーションします。こういうデザインがいいのか、あるいはもうちょっとこっち側まで上げちゃった方が綺麗なのかっていうのは、お顔の骨格見ながらこうやってシミュレーションしながらデザインをしていきます。ただ一個だけポイントがあるんです。例えばここのボリュームをこっちにそのままピーッと持ってったら楽なんですね。糸の本数が少なく済むって意味です。なんですけど、例えば糸をですねこういう風にかけるとするじゃないですか。そうすると口ってこう開きますよね、皆さん。なのでこう蝶子が口がこう開く時のこの動きを予測していただくと分かるんですけど、口が閉じてる時と開く時でこういう糸のかけ方って、特に口横に近いところの糸って結構口が開くとこの可動域に応じて糸が伸び縮みしないといけなくなるので、これはいわゆる糸の後の口が開かないとか痛くて口が開けられないとか、こう口を開けると糸が引きつれるとか、そういった違和感に一番通じやすいんですね。なんでこう口をこうやって皆さんこう開けた時に本当の耳の前のあたり、この辺はそこまで口をこう開けてもこの糸をかけてもあんまり糸をこうやって伸び縮みする必要がないんですよ。じゃあここをこうやってこの口をこの一番皆さん気になるここですよ。ここをどうやって上に上げるかっていうと、よく私がやるのはこのベクトルに上げるんだったら数学ですね、数 2B みたいな話ですか。なんかこうこっちの成分とこっちの成分に分けるんですよ。そうするとこの向きとこの向きだったら口を開けてもあんまり違和感は出にくいし、結局このベクトルだったらこういう感じの上には上がっていくのでいいんですけど、その代わり糸の本数が1本じゃなくて2本必要になってくるって話になるので、ここはやっぱり患者様のまあご予算感とか何本でやりたいか、あとはまあ上に上げる成分じゃなくてもうこの横に引くだけでいいわっていう方もいれば、もう別にこの辺はあんま気になってなくて、むしろこのこめかみのあたりのリフトだけでいいんですってなったら、むしろこの糸を例えばもうちょっと上目にかけてこういう感じだけのかけるとかってこともできます。あるいはもうほっぺ、この中眼面って言われるこの頬のところをちょっとこうやって引き締めたいわっていう場合はここにかけてもいいと思うんですね。ただほっぺも先ほど言ったのと同じようにこのほっぺをですね良かれと思って上に上げちゃうと、こうやって上げるとですね目がちっちゃく見えたり変な目の下にシワが増えたりしちゃうので、ほっぺも中眼面も上げるっていうよりはたるみをグッと押さえつけるイメージでかけるっていう風なデザインをするとより、なんていうんですかね、こう自然な押し上がりになるかなと思うので、そういったことをですね実際にお顔を触らせていただきながら、ここのポイントはこういう風なかけ方をするとこうなるなっていうのをぜひ見させていただきながら、あと鏡で見ていただきながら決めていくというのがいいんじゃないかなと思っております。一番大事なのはドクター選びってことですね。まあ結論そうですね。だからそういう意味ではなんかある程度美的な感覚がやっぱり先生と合ってるってことも大事かなと思うので、それこそ先生のいろんな症例写真見ていただいて、あこの輪郭綺麗だなっていうのをやっぱり作れてる先生、あとはまあご自身と似た輪郭のビフォーを一生懸命見つけていただいて、あこのタイプ私とちょっと似てる、例えばエラ張ってるなとかちょっと面長だなとかっていうのをタイプを見ていただいて、この人がオペ後どうだったかをぜひ見ていただくと、あこの仕上がり好きみたいなのを見つけていただけるかなと思います。挿入口の傷跡は目立たないもんですか？はいはい、目立たないんですね。ただ、目立たないといえども施術の後やっぱり1週間ぐらいは針跡が赤みとちょっとこの穴が分かるので、もしこっち側から挿入口を取る場合にはやっぱり1週間ぐらいはあの張り跡気になると思いますので、そこは患者様とダウンタイムのちょっとご都合を聞いてから決めるようにしてます。デザインっていうのはどの糸でも可能なんですか？はい、基本的には可能です。やっぱりそこは私正直糸の種類も大事だけど、でもそれ以上に誰がどう入れるかだと思っているので、例えばこの糸だとここは入れられないとかっていうのはあんまり医学的にはないと思うんですね。ただですね、
糸もやっぱり太さとか長さがいろいろあるんですよ。であまりにも例えばものすごく皮膚が薄くていらっしゃって、例えば額とかですね、こう目元のようなもともと脂肪もあんまりなくて皮膚も薄いパーツで、そこにあんまり太い針金みたいな糸を入れるっていうのはやっぱ無理は無理な時もあるので、そこはちょっとご相談させていただいて、あもうあなたの場合ちょっとやっぱ皮膚が薄いからもうこのちょっとこうしなやかな柔らかいタイプの糸を使いましょうとか、場合によってはもううちでいうとウルーコラーゲンリフトとかトキシルみたいなショートスレートでご案内をするってことも必要かなと思っています。では本日は糸リフトのデザインについてお話をしました。まあ、いろんなやり方があるんです。まあ、本当に先生方多分皆さんそれぞれがこだわり持ってやってらっしゃると思うんです。なのでぜひカウンセリングでですねその辺を聞いていただけると嬉しいなと思います。で今日も10歳若返りの YouTube チャンネル授業をご視聴ありがとうございました。